隙間いらないものを売って新しいものを買うっていうきっかけを作り出すことができるんじゃないかと。まあ、自分たちが今思い描く構想がもし形になることができれば、1桁2桁売り上げが上げれるんじゃないかな。それぐらいの期待は僕自身も持ってます。関本さん、2017年の、はい、10月に、はい、資産管理アプリマイニーのリリース、はいはい、でこれも個人のいわゆる資産をアプリ内で全部管理しようということだと思うんですけど、これ、はい、狙いといいますか、そういうのはどういう感じなんですかね。そうですね、やはり今、まあ、女性は特にそうだと思うんですけども、はい、まあ、一度はこう気に入って買ったバッグでも、だんだんその登場機会が減っていって、で気がつけばもうクローゼットにこうしまったままになっている、まあ、バッグや時計やジュエリーなどたくさんあると思うんですけど、はいはい、まあ、そこで、まあ、クローゼットの中で起こっている問題というのは非常に深刻な問題がありまして、何かというと、やっぱりこういうものというのはトレンドが過ぎ去ってしまうと、ほとんどの商品は価値が下がっていくんです、クローゼットに寝かしている商品の大半は価値が毎日下がっていってまして、でもそれに気づいているユーザーはほとんどいないと。例えば、はい、やっぱりそういうものの資格化、自分でそのアプリで商品を登録しておくだけで、資産が手に取るように分かるっていうことを実現することによって、はい、やっぱお客様にこう気づきを与えることもできますし、はい、で機能として商品の価値が上がった時とか下がった時に、ユーザーに対してプッシュ通知を用いて、あなたの資産が今2万5000上がってますよとか、逆に3万5000下がってますよということをお知らせする機能もあるので、まあ、そういったプッシュ通知を受け取ったユーザーっていうのは、まあ、上がってるから今売るべきだとか、逆に下がり続けてるからまあ早く手放した方がいいというような判断を仰ぐことができると思ってますので、まあ、そういったユーザーに対して今店頭買取と宅配買取という2つの買取方法をお選びいただけるようになっているんですね。ですのでこの考え方が浸透すれば、資産として見てなかった実物資産が金融資産に加えて、はい、まあ、プラスオンで把握できればですね、今いらないものを売って新しいものを買うっていうきっかけを作り出すことができるんじゃないかと、もっと豊かな人生を送れるんじゃないかと。前にリリースからもう1年以上経っていて、はい、その預かり資産といいますか登録資産数の金額でいうと今40億を超えたところですね。しかもこれノンアド ですよね、はい、これプロモーションはどちらで、まあ、もうすべて今、弊社の買取専門店に来店いただいているお客様に対して、まあ、積極的にアナウンスさせていただくことで、まあ、月間数千名のお客様が増えており、その方が積極的に今商品を登録して登録いただいていると。はい、やっぱりブランド品がやっぱ多いですか。そうですね、ブランド品が今メインで、まあ、まさに今時計とジュエリーとバッグしか登録ができない状態にはなってまして、カテゴリーがですね、はいはい、その中でも時計が大部分を占めるような形にはなってます。浸透度によってどんどん増えてきそうですね。そうですね、まだまだ、まあ、アプリの認知という意味ではほとんどない状態ですので、今プロダクトを作り込む時期というところで開発はゴリゴリ行っているんですけれども、まあ、来年再来年以降である程度満を持してですね、まあ、しっかりとプロモーションも行っていく予定ではあるので、まあ、まずはそのアプリのそういった機能拡充と、あとは今後の予定としては、今扱っその登録できるものっていうのは時計ジュエリーバッグだけなんですけれども、はいはい、まあ、例えば絵画であったりだとか、お酒ワインであったりだとか、でまた、車や不動産と言われる、その人にまつわるそのあらゆるアセット資産ですね、資産を、まはい、登録してできるように、まあ、していきたいなとは思っています。はい、でもさ、今後の総社でいうと、もちろん事業計画のところにもいろいろ書かれているんですけども、はい、大きくは打ち手のところは どういうところを、私たちの事業の柱である、まあ、買い取り販売というこの C2B2B というビジネスモデルをより強化していく、これはまあ国内でしっかりとまずは強化していくというところとですね、あとはやはり日本で仕入れた魅力的な商品を海外でまあ売却していくことによって、まあ、今まで日本という小さいエリアでしか
できていなかった商売が、うんまあ、世界という視野を広げることによってより強い買い手様のもとにしっかりと商品を供給することができると思うので、まあ、そこでしっかり売上利益ともに上げていきたいなと、うん、でプラスやっぱり日本の成長余地という意味では、うんまあ、5年も10年先もこの商売というか、うんうんうん、このビジネスを1000億2000億までいけるかというとなかなか難しい部分もあるので、うんうんうんまあ、私たちが日本でこう培ってきたこの、まあ、お客様をこう楽しませるような接客であったりだとか、はい、おもてなしの、うんうんまあ、ジャパンクオリティのこの接客またビジネスを、うんうん、海外に持っていき、はい、しっかりとこう海外でも積極的には仕掛けていきたいなと思っています。杉山さん、じゃあ創社はまだまだできそうですね。そうですね、まあ、まだまだできていることは限られているので、うんまあ、自分たちが今思い描く構想がもし形になることができれば一桁二桁売り上げが上げれるんじゃないかな、うん、それぐらいの期待は僕自身も持ってます。なるほど、はい、じゃあ今度参加しますか。そうですねたまには、はい、はい、瀬尾さん、じゃあこれからますますあの層の成長に期待してまいりますので、はいまあ、今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。